すまねえ。本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。この世界でたった一人の古代種となれば科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でももし考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。どうして？あ、夢か。さて、どうでしょう。無事なのか？この通り。私、子供の頃、シンラにいたの。うん、エルミナから聞いた。だからね、昔住んでた家に帰ってきたみたい。居心地悪くないよ。ここよりいいのか。それは意地悪。エルミナも心配している。もクラウドも当たり前だ。心配かけてごめん。あれは、人は必ず死ぬだろうな。だから正しくちゃんと自分らしく生きなくちゃ。一瞬、この一瞬を大切に。覚えておこう。あのね、この一瞬を大切にだろ。クラウドと会えて嬉しかった。かけてくれた言葉一つ一つ、してくれたこと一つ一つ、全部
嬉しかった。一緒にいられて楽しかった。でもね、好きにならないで。もしそうなっても気のせいだよ。随分一方的だな。もう朝、行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。マリン、行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でもそれじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。どうした？ううん、助けてあげて。任せろ。ああ、絶対だ。じゃあ、行ってらっしゃい。うん。バレット。マリンは大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。わかってるよ、エアリスの救出だろ。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ線路を歩くか。今は非常事態だ。表だったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ、裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人って。コルネオか。
目。情報やキリエの大スクープだよ。なくてもいけないんだから、どうしかないよ。反神羅グループのアバランチが1番と5番の後、調子に乗って7番マコーロまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反神羅なんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というか、ただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな。ウータイは結局魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。ごめん。ティファ、なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されないみたい。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと反神羅の火は消さねえ。うん、でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたい。もう少し頑張れるカンパニーの。あ、クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。そりゃ大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽、名前はカカ、